大丈夫ですっていうくだりがあったと思うんですけど、多分まあ敏郎さんもあるわけじゃないですか、皆さんも多分その一方的にやられて、あのメニューであなたが作った写真とか多分分かってると思うんだけど、そこの言葉をやっぱ汲み取らなきゃいけないと思うんですよ。なんで仲直りしたから大丈夫ですって言ってるかっていう、そうだって言わざるを得ないっていうことをやっぱり分かってほしかったなって。18歳の少年の親も含めて当事者は全く全てを話してないわけなんですよ。そうですね、双方のお父さんがですね、この子供についてどういう対応をしたのか、まあ、大人の社会全体が子供の世界をどういうふうに捉えて見つめていたのか、その辺がもう原点であると思いますね。当事者以外の第三者をもっとから話を聞くなり、はい、動きがないと防ぎきれないですよね。それなんかね、こうした方が良かった、あした方が良かったって言っても、それが実際に言われた時に可能なことかどうかっていうことをまず考えないといけない。大石さんだ